始めましょう。始めちゃいますか。はい、時間ないんで。そうだね、このあのバーベキューファンはうるせえから、こういうのに火のつけ方とかマジでうるさいの細いやつから入れて太いやつ入れてった方が早くつきます。知っとるわ私たち可愛いの大好き。スキピやり、はい、いきますよ。今はしたい、下かける、バンタイ、今え、実は振り上げるの、はい、足前、後ろ、はい、チャンス、こんな楽しいよ。ちょっと待って、あれちょっと待って、あれ、なんだ、いけない、余裕できたから次が取れたから。考えてんなあいつ。あいつちゃんとやって考えてんだ。よし、頑張れ。行きます。はい。強い、もう抜けたと言っていい。3連続アイコだった。俺も勝ってはないわ。アイコ、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 キャッキャッ、イベントの日勝ったわ。勝ったわ。 CEO は最高執行責任者。何の略か。略ってその英語のスペルじゃなくて、あれ、あ、そう略だから意味は分かるけど、君だったらそっちなんだけど。僕いいですか。やっぱり用途ね、バグるの滑舌かな。はいはいはい。あと、まあにんまり筋肉がこう、うってなっちゃうんですよね。僕の詩もこれです。無表情、世界に一つだけの花、サビ歌い、ほう、歌詞間違いとか、とか途中になっちゃったらダメ。ずっと一回、柴田さんお手本だけもらっていいですか。うん、世界に一つだけの花、一つとして同じ花はない。こっちが違うよ、全然違う。パッパイセル見上げてるし、ぐらい見ていいの。失敗、絶対できないよ。それチャレンジできなくなっちゃう。白筆できないんだよ。いや、歌えるだろ、世界に一つだけ。歌えるだろ。くせえなぁ、もうエアコン乗って。俺、あ、後期ないレジよ、肩、体乗ってくんだよね。ちょっとガチャガチャ見ようよ。うん、せっかくです、これやってみます。じゃあ、せっかくヒコニャンあるしね。マスコットコレクションと言いつつ1種類全2種だ。あ、本当だ。ちょっと金貸してくれん。なんで100円玉なかったわ。貸せお前めっちゃ小銭あるやん小銭全然処理しないタイプ、バカ多いやん。じゃあ柴由紀さんの小銭を借りて、これはなんか大吉とかあるらしい、おみくじが入ってて。おお、なるほどね。今回の旅の運命をでん嘘じゃん。罰ゲームがあるとボケとかなくなるからね本当だよ。え、しまゆ、じゃあちょっと上にさ真剣な答えで、下にさ罰ゲームない時のボケ用の答え書いておいてよ。なんだそれお前もやれよ、じゃあじゃあみんなちょっと上と下で分けるどういう仕掛けだよボケ答えとちゃんとした答え罰ゲームないバージョンね。クイズと同時に大喜利するんだよ。うわぁ、コンドームです。おぉ、で、面白が静止入りコンドーム。おぉよい、スタート。いけるじゃない。肩甲骨を上げないよ、ちゃんと。とりあえずつけてほしい。し、こう回さないと丸になってないんですよ。こう、そうそうそう、これまっすぐ出ってことね。まっすぐじゃないと円に見えないから。コンパス、吉光さんは捕まえたこともある。いや、俺まあ対空、対空、対空、対空ってやつ。対空ミサイル、対空ミサイル。吉光は捕まえましたか。
アンサー、サイクル。そんな Q&A ある。捕まえたことはないんだね。捕まえたことがないって言うとさ、それ嘘になるけど。じゃあ捕まえたことがあるの？ある。それも嘘になる。じゃあ何ができたんだ？体育。体育何なんだよ。これさ、3人でこういう姿勢になってさ、もしかしたら逃げ場ないんじゃない？いや、この辺飛んでくる。芝居もっと大きく回せ。大きく回せ。ねえ、何あの人。変な人いるよ。でもこっちは作戦完全にあの共有できてますんで、はい、完璧ですよ。白いの顔やばい。かわいそすぎる。これは焦げるな。はい、逃げが、スコブを、スコブ安全が何やったんよ。名前出ないよ。なんかミスしたんじゃないだろうな。大丈夫ね。理系はミスをしない、絶対だ。開発したんだこの前。あと何分だ。今25分40秒です。あと20分もある。早く終わってくれこの企画。頼む。すごいね。なので今回クイズを用意しました。年上、酔ってる、酔ってない。答え発表します。はい、はい、今の VTR、夢丸だけ酔ってる。そうなんだ。うわー、夢丸はまずいよね。まあちょっとなんか可愛いロレツになってる子は多少あったなくらいだね。そうなのね。ロレツだったかな。としみつは本当演技でこういう感じで、演技でこれができるんだっていうのが情報ですね。でもなるほど、あれ酔った演技でしたか。あれ目は意識しました。うわーやるな。強いな。やるな。ということでやってきました。イエイエイ。丸け。お前に内緒で5人で楽しくやっちゃいました。やってるの知ってるけど、まぬけ。ケツゲ。ケツゲもさ、ブレてんだよ。俺かお前どっちなんだ。ケツゲはパスポート作ったんだから、お前もだろ。だいぶどっちのことをもうケツゲって聞いた瞬間、僕はテツヤ。テツヤ。俺もテツヤ。テツヤ。あ、そうなんだ。ブランディングなの。意外と世間的にケツゲって言うとさ、パスポートが強いんだよ。じゃあケツゲ剥奪で。いや悲しいな。頼むわ、哲也。俺、お前以外ケツゲありえないわ。頼むから食ってくれ。俺が沖縄に行った証を少しでも食いてぇ。沖縄行ったのすごくねっていうくだりじゃなくて、哲也が、ね、むずすぎないか、むずすぎないか。ガーって沖縄がやられたって全然なってない。沖縄行くなよお前って言われると思ったら、むずくないか。沖縄行った意味なくないか。行ったことすごくないよと思って。沖縄本当に行ったんだぞ。いやちょっとさ、これ僕不利なんだよね。不利とか悪いね。でなんか昨日さ、まあ僕たちのね、10日の撮影のスケジュールを決めてるのはりょうくんなんですよ。りょうくんが、じゃあ今日この動画を撮るから G 行為禁止ですよって。9時ぐらい、夜9時くらいに来てるじゃん。そうですね。遅いやん、それは。まあタイミングよってはね、それは遅いよ。何の競争。おっと待って、これは何だ。これだ。阿部さんが出たな。雨ある、これ。よし、待ってください。じゃあちょっとお待ちいただいて。本当に聞いてたりしていいですか。あ、じゃあ目つぶって待ってもらいましょうかね。あ、なるほど。はいはい。なんか想像しいな。哲也さん。はい。え、お開けください。せーの、ま。あら。あら、何ですか。あら、こんにちは。あ、こんにちは、どうも。あ、どうもどうも。あ、どうもどうも、よろしくお願いします。あら、天国ですね、ここは。天国。これは天国ですね、哲也さん。次はイタリアまで行っちゃいますか。よお、危ねえ。これは行ってもいいもんな、なり。日本、韓国、イタリア行くぞ。はい、最初はグー、チョキ、ポイ。危ねえぜ。よかった、負けたなり。勝っちゃった。1週間経過、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 1週間経過。1個だけ気になったのが、裁縫の時にこれ使ったことねえかなと思って、ここにはめるだけ。あ、なんかあったわ。裁縫指輪でちょっと、ああ、なんか金属があったね。これ一回言ってみますね。でい、あ、でもここら、あ、いや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 、あ、お、え、お、お、え、おお、え、指抜き、縫いやすくなる。指抜き、指抜き、金属、2回目はぁ、あ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 、それだ、ありがとう。いいの、それちゃうよ。あ
ありがとうじゃないよ。あー、それだ、300円しない、やっちまえ、真の真まで来たぜ。これは指抜きだ、大正解だ。嬉しい、うわ嬉しい、素晴らしい、なんで今気づくや、よく思い出せた、これ思い出せんかったな、また小学校行っといて。マジか、